広畑忠之は、江戸時代前期の苦行。皇族として生まれ、後に親戚降下して、広畑家を創設し、その初代当主となった。正式の生命は、源の忠之である。ただしの字は、兄、八条宮としただ新郎より返化を賜った、ものであり、やがて、広畑家の通詞となっていった。1624年に、大町天皇の高村で、 八条宮家の子祖である、八条宮俊人親王と、京極常子の第三子として、八条宮家に生まれる。1649年12月11日、尾張藩主、徳川義直の長女、狂気と婚約、同時に徳川義直の勇士となる。1650年1月3日、加敢の儀を行い、元服する。同年2月9日、京都を、 出発、2月13日名古屋に到着する。以後、名古屋城で暮らす。同年2月28日、狂気と結婚する。終わり藩からは合力米三千国を献上されていた。しかし、1660年4月には、京都に戻り、朝廷に大使松戸の家に途絶えていたを、再興するなどして、苦言に戻ることを願う。一方、実刑の八条宮とし田親王は、 皇族になることを進言した。1663年11月、霊元天皇より厳正が可視され、親戚に下ることとなった。12月には、広畑の屋号も与えられ、新たに家を起こすことが許された。広畑家の公家としての価格は、村上源氏着流の小賀の家と同じく、生画家とされた。1665年に、名古屋から京都へ戻り、以降は、 九下町に邸宅を構え、朝廷に出資した。同年中に、十三位、県中納言を拝命し、さらに左中将に任じられている。1667年に肖像くらいとなり、1668年には、県大納言に就任したが、その翌年に公居している。去年46。なお、1667年3月16日に、広畑家の所領として、 大見国家も軍など千国を賜っているが、豊忠の第二家六が五百国に減らされ、広畑は以後この家六で、明治維新を迎える。正室、狂気との間に御女。忠行坊をつごに、次女以下は、狂気の兄である、尾張藩の第二代藩主、徳川光友の養女となる。ありがとうございます。